ずつでいろいろ回ってたけど、東京はちょっと人数てこ盛りだね。そうだね。バイバイします。楽しい、もうすでに楽しいでるからね。ねえ、なんか今ドキドキだ。あ、もう来ました。うわ、初めてのミス。ああ、そうなんだよ。じゃじゃん。お？メンバーと心を通わせ、変更ゲームを成功させよう。私たちだったら余裕だよ。電話ゲームでしょ。電話ゲームでしょ。いるいる。関係ね。優勝だ。優勝。優勝。優勝。一つ入ってもう一個。行きます。じゃじゃん。タワーレコード渋谷店にて PR イベントを成功させよう。うわー、したいね。みんなで頑張ろう。頑張ろう。何が成功の定義かしら。頑張れば成功するので盛り上げていきたいと思います。英文が書かれたお題を発音だけで伝言していってください。私が最後っていうのは決まったの。そうだね。なんか間違ってても何とか言って、出してないか。止めてくれそう。それ以外のね、席順が問題だ。確かに。スタートが大切だよ。これが、そう、英語のプロフェッショナル、サリーが結構こう決めちゃった。なるほどね。そうそう、リーダーとして一番最初。やばー、どうする。いいね、いいね、いいね。じゃあ、1番いきます。お願いします。お願いします。はい。ね、よく意思疎通してる、ナゴミン、一緒に、あ、一緒にも行ったから、2番目あたりがナゴミンで、かなりはでも、英語勉強してたから、なんか一番最初に手こずった時に真ん中で軌道修正してくれそう。できるか、そうだ、立て直しかない。もうここで崩れる。なるほど。え、なんでそんなこと言ってるの。じゃあ、軌道修正を伝えるわ。じゃあ私が頑張ります。はい。じゃあ、移動しますか。はい。はい、ということで、みんな聞こえていないらしいです。本当に聞こえてないのかな？本当に聞こえてないのかな？バーカバーカ。みんな可愛すぎるんだよ。うん、いけそうですね。しっかり長いです。しっかり長いですね。OK、行きましょう。よく聞いて。長いわよ。行くわね。I'll have medium coffee. Medium coffee. Medium coffee. Medium coffee. Coffee. And slice carrot.ケーキ Please Please? Yeah Go 完璧じゃないですか。はい。 I'll have medium コーヒープラススライス、キャロット、ケーキ、クリーム。I'll have ミディアムコーヒープラス、スライス、ミニミニズがキャロット、クリーム。え、いけた。I'll have ミディアムコーヒープラス、スライス、キャロット、プリーム。I'll have coffee. Medium coffee. I'll have medium coffee. Plus carrot. Slice carrot. Okay. Slice carrot. で終わり。サリーがいいかなと。Slice carrot. Slice carrot. Please. Please. Okay. できるかな。はい。I'll have. I'll
I'll have medium coffee. I'll have medium coffee. Medium coffee. プラス。Have medium coffee プラス。Slice carrot. Slice carrot. Please. Please. え、I will have medium coffee. プラス。Thank you.Thank you.キャロットプリーズ。キャロット。キャロット。ミディアムコーヒー&キャロット。&キャロット。何のためにサリーが最後かってことだよ。確かに。キャロットはなんか信用できないからちょっと変えすごい。それが正解かもしれない。確かに。じゃあ。答えを、はい、サリさんどうぞ。I will have medium coffee and carry out, please. これは文法直した系だけど、ちょっと若干文法違う。なんかテイクアウトって言うけど、キャリーアウトってあんま言わないから。なるほどね。言ってること的には、medium coffee ください。そして、なんかテイクアウトでお願いしますって言ってるんだけど、うんうんうんテイクアウトはでも、なんか、to go とか、言うから。正解は、はい、I'll have medium coffee and a slice of carrot cake, please! スライス そうなんだ。キャロット。キャロット。キャロットか。キャロットはね、うん、キャロットケーキが、いつの間にか、人参になっちゃう。ケーキ来てないです。ケーキ来てないです。ケーキは来てたはずなんです。来たはず。ね、軌道修正隊員。ケーキから聞いたときに、あの頭の中で絵を思い浮かべながら聞いてたの。うん、その時に、あのケーキはなかった。それあなるほどね。だからスライスした人参、あそうなんだサラダサラダバーかなって思った。サラダバー。おしゃれなんて。スライスキャロスライスキャロギャロミッション失敗ワンマーチャンスだってワンマーチャンスまだあるんですかまだ英語ですか英語ですかおーむずいホワイトボードにお題をイラストで表現して伝言していってください、うん、とのことですこれはみんな得意だからいけるね。そうね。得意分野ですよ。上手い人から逆に攻めてた方がいい。でもなんか、上手い人、そうでもない人、上手い。昨日また修正。昨日修正。でもさっき修正されなかったけど。確かにね。まあまあまあ、いいんじゃない何とかないでさえ、とりあえず一番。で、はい。ということで、イラスト伝言ゲーム始まります。もう聞こえてるかな？かわいいね。緊張する。ああ、なるほど。なるほど。なるほど、なるほど。え、いけるかな。いきます。え、どうしよう。なんかお正月感ってどうやって出したらいいの？いいよね。いきます。私はこれに書きました。はい。おお。生まない本で。でもあのこれはあったらすぐわかると思う。あ、やっちまったかも。あ、もう、うん、待ってやっちまったかもしんねー。
ちょっと情報が…言われている一富士二鷹三なすび。すなわち。すなわち。それすなわち。それすなわち。それをなんて言うの？それをなんて言う？うん。そうね。いつも言う。初夢で見れたらいい。うん。うん。うん、だから。シンプル。初夢。正解でーす。やったー。よかった。まさ夢だと思った。まさ夢。まさゆめか。みんなの絵見てみたいです。初夢こちら。あ、わかりやすい。感じ感じ。なるほどね。いろいろ餅とか竹とか。なんかお正月感。正月ね。なるほど。出したらその結果千春がお正月だと思ってしまって。あ、なるほど。ただこれここね。ここ一富士二鷹三なすびをとりあえず書いてはいたの。確かに正月感じ。そうそう。正月だと思ってまず書いちゃったやつです。でも次。私は情報量がよく分かんなかったんで、ここだけ。おー、すごいです。ピックアップちゃんとしてた。トレースしてくれた。よかった、こことかじゃなくて。そうなんですよ。無理だった。まずいんだね。それを見て、そのまま、あ、これだと思って書きました。ひよこなんだよ。そう。私は、すごい、奇跡の大先生だよ。すごいよ、ちゃんとカレンダーで表したね、ここで書いてました。そこでルールも計算中で勉強したんだ。そうか、クイズで間違えたから、でももう常識人になれたね。はい。もう一目でわかりました。私、例のさ、タカノリス。2、何それ。なんかね、虫やと思ってる、タカノリス。だってちゃんとわかってます。わかってないと思われたらちょっと嫌だな。しかも、とりあえずこれでミッションクリアー。やったー。ありがとうございます。よかったです。じゃあこれで心を通わすことができたということで、この後のタワーレコード渋谷さんでの PR イベントもきっと成功するでしょう。するでしょう。頑張ります。頑張ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ぜひ4回。ありがとうございます。はい、それでは7分の22のメンバーです。どうぞ。
かそのアニメがその始まりの物語っていうテーマで、その結成当初、結成秘話を描かれてるんですけど、まあやっぱりそのキャラクターの最初の関係性とかがやっぱりね、ちょっとねえ見ないとなかなか出会うところから始まるから誰から仲良くなったのかとか、そう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 、あ、そうなの、って最初こういう関係性だったんだとか、なんか口だけで盛り上がったんだけど、呼び方の違いとかね、あ、呼び方、そうそうそう、あとなんか、あ、この子とこの子めっちゃ喧嘩するやんとかそうそうそう、本当にね、いろんな関係性が見れるもんね。まあ1月の11日にあの初回放送が時計メックさん BS11 さんで、あの他あの局でもございますので、ぜひ皆さん見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アニメヒットしますように。以上7分の22でした。ありがとうございました。というわけで今年 PR ミッションラスト東京でのイベントを終了しました。いや、ほんとたくさんの方が来てくれたね。すごいいっぱいいらした。すごいね、わちゃわちゃみんなでお話もできて、たくさんテレビアニメのヒット期間できたんじゃないかなと思います、はい、テレビアニメヒットしますように。しますように。